いたよ。この辺りに良質なスイートフラワーが生えてるんだ。私もよくここに来てスイートフラワーを取るんだけど、こんなに魔物がいるなんて珍しいな。とりあえず魔物を片付けてからスイートフラワーを探そう。ふう、これで片付いたね。数が多かったから手こずったね。あ、待って、腕怪我してるよ。ダメ、小さな傷口でも放っておくと悪化する可能性があるんだから。ちょっと待ってて、すぐに直してあげる。これでよし。じゃあスイートフラワーを探そっか。あなたはセピロス教会の牧師さんでしょうか。はい、私に何か用ですか。よかった、僕の傷を治療してくれませんか。僕は清泉町の狩人です。ここに来る途中、魔物に襲われてしまって必死に逃げてきたんです。お願いします、治療してください。イノシシです。ここでイノシシを飼ってるんですよ。普段もイノシシを飼ってます。ほら、この体の傷、明らかに魔物による傷ですよね。同情心はないんですか。こんな傷だらけであんな遠くまで行けるわけないでしょう。まあ、あなたの格好を見ればわかります、冒険者ですよね。冒険者はみんな疑い深いです。牧師さん、あなたは僕を疑ったりしませんよね。僕を治療してください、お願いします。わかりました、今すぐ治療します。この人の傷結構深いみたいだから薬が必要なの、手伝ってくれないかな。じゃあとりあえず私はイグサを取ってくるね。あなたはここでこの人を見てて、魔物に襲われないように。あなた。いいですよ、何せ同情心のかけらもない冒険者ですから。牧師さん、僕はあの魔物たちから何とか逃げてみせますので、早く戻ってきてくださいね。お願いしますよ。できるだけ早く戻ってくるから安心して。そんな怖い顔しないで、何が言いたいか分かってるから。モンド城の周りにいる放蕩団の犯罪手口については私も他の人から聞いたことあるの。普段なら教会に行かせて治療を受けさせるだけだけど、あの人の傷は本当に今すぐ治療が必要なくらい深刻なの。それに栄誉騎士のあなたがそばにいてくれるなら私も安全でしょ。よし、じゃあイグサを見つけてから彼の治療を始めよう。牧師さん、お帰りなさい。今治療しますから、もう少しの辛抱です。冒険者というのは本当に用心深いですね。はい、これでもう大丈夫。でも完治させるにはやっぱり大聖堂に行った方がいいと思うの。大丈夫です、これはもう治ったも同然ですので。牧師さん、あなたはどうしてあの冒険者みたいに私を疑わなかったんですか。
聞いたことはありますよね、宝刀団のそういう手口を。怪我してるふりをして治療を言い訳に近づいて強盗するって、こういう手口の犯罪が数多く発生していると知っていたはずです。あなたはそうだと思わなかったんですか？うん、思ったよ。じゃあどうして？あなたに治療が必要なのは事実、そうだよね。それにあなたも別に悪いことはしてない。ただ単に私に助けを求めに来ただけ。どんな身分であれ、私にとっては治療が必要な患者さんだったってことだよ。牧師さん、実は僕本当に宝刀団なんです。おまけに怪我を装って人を襲おうとしていました。けど魔物に襲われて本当に怪我を負ってしまったんです。必死に逃げて道行く人に助けを求めました。でも誰も信じてくれず、どうすればいいのか分からずにいた時、あなたがやってきてくれたんです。治療してくれて本当にありがとうございました。もう迷惑はかけません。僕はここを離れます。え、モンド城に行って教会で治療を受けた方がいいよ。まだ完全に治ってないんだから。大丈夫です、もう迷惑はかけません。そうだ、これを。価値のあるものは持ってませんが、せめてものをお礼に。このスイートフラワーはこの辺りで取れたものです。治療の報酬だと思って受け取ってください。本当にありがとうございました。もし今後宝刀団があなたにちょっかいを出そうものなら、僕の名前を言ってください。そうすればあなたにちょっかいを出そうなんて思わなくなりますから。では僕はこれで、さようなら。本当におかしな人だったね。でも傷はもう大丈夫みたい。それにスイートフラワーが手に入ってよかった。もう時間もないし、これがなかったらスパイシードリンクを諦めることになってたかもね。うん、品質よし、材料は揃ったね。早くモンド城に帰ろう。来れたね。ふう、なんだか疲れたな。祈祷牧師として怪我してる人を治療するのは普通のことだよ。あと私、これでも神の目を持ってるんだよ。たとえ何か企んでても対応できたと思うから。それに栄誉騎士のあなたがそばにいてくれたなら、危険があっても私を守ってくれたでしょ。私一人だけだったら、うん、神の目は持ってるけど戦いは苦手だし、もし敵の数が多くて長期戦に持ち込まれたら多分やられてたかも。あなたがそばにいてくれなかったら薬だけ残して治療はしなかったと思う。これでも自己防衛意識はちゃんとあるから。まあシスタービクトリアからは野外では他人の治療をしない方がいいって言われたことがあるんだけど、でも神の目を持ってるんだから少しくらい大丈夫だよね。じゃあスパイシードリンクを作ってくるね。すぐにできるから冒険者協会の隣にある庭園で待ってて。完成したらそこまで持っていくから。
お待たせ、スパイシードリンクできたよ。ここでゆっくり飲もう。はい、あなたの分、しっかり味わってね。本当よかった。口に合うかどうか心配だったんだ。私がスパイシードリンクを好きな理由はね、ちょっと恥ずかしいんだけど、最初はただ単に眠気を覚ますために飲んでたの。歌の練習をするようになってから毎朝早起きしなきゃいけなくて、練習が終わった後には教会の仕事もあったし、両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだ。でも朝はやっぱり眠いから、寝ぼけて練習しても何を歌ってるのか自分でもわからなくて、結局あまり練習の成果が出なかったんだ。それで朝ちゃんと目が覚めるようにいろいろ試したの。ランニングとかミントとかスライムと戦うとか。でもどの方法もいまいちピンとこなくて、目が覚めるにしても時間がかかりすぎて練習する時間がなくなったりしてたの。そこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだ。サラさんにもそう言われたよ。だから直接食べるんじゃなくて、絶運の唐辛子をまろやかにブレンドした飲み物にしたの。スイートフラワーで刺激を緩和する方法はサラさんから教わったんだよ。それから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちに、その味が好きになっちゃったの。飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして。そう言われると照れちゃうな。あなただってすごく努力家なんでしょ。それにアンバーから聞いたよ、自分の家族を探すために旅をしてるんだよね。あなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりずっと困難な道だと思う。あまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな傷でも私が治してあげるから。お、少しおせっかいだったかな。ごめんなさい、気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わってリラックスしよう。明日になったらそれぞれの道に向かって努力しなきゃね。私たちの願い叶うといいね。